しいやと思っておったが、ウラノスはロトゼタシア随一の魔力を、己の魔力を高めることだけに執着し、それはそうと、お主らセニカに会いに、これがあればセニカ様がいらっしゃる塔に。うん、ありがとね、おじいちゃん。セニカに、よろしく。
なたがセニカ様なのですね。セニカとは誰でしょう。何か邪神が目覚めてしまったの。世界を救うために力を貸して。世界を救う。思い出して、セニカ様。これはセニカ様の。ああ、この笛のことはかすかですが、私の記憶の中に。この笛で奏でる音色は一つ、聖地に伝わる目覚めの詩。お姉様、もしかして時は来たれり、今こそ目覚める時。大空はお前のもの。舞い上がれ空高く。すごい！聖なる苗木で見た時と同じだわ。これ私はケトス、かつて勇者の今のはケトスの声。何か話そうとしています。邪神ニズゼルファン、その強さはバンデルフォンの地下迷宮、老主の仲間ネルセンが残した試練に挑み、我が心老主と共に、私の力があれば結界を。バンデルフォンの地下迷宮か。確かに邪神と。いきなり仕掛けても勝ち目はないってわけか。仕方ね、今は力をつけるとしよう。うん。
し、口をし。後悔という名の鎖が、この身、もし、あの日に戻れるのなら、地獄の豪華に焼かれても。誰か、私の願いを受け止めて。